はいどうも、パラプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回はサッカーの面白さと怖さが詰まったゲームであったと、まあ特に後半の45分ですけれどもね、鹿島アントラーズ VS サガン鳥栖のマッチレビューの方やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますということで、いや本当に面白さと怖さがありました。これねライブで見てました。まあ浦和レッズと、一緒にこれ鳥栖も見てはいたんですけどもね、このゲーム面白かったですね。まあ面白かったっていうのはこれはどう取るかっていう話になってきます。まあポジティブにも、ネガティブにも取るような、そんなゲーム内容だったと思うんですけれども、さあこの試合振り返っていこうということで、こちらメインチャンネルでございますね。サブチャンネルの方でも J リーグの話をしております。よかった動画概要欄からですねサブチャンネルの方もよろしくお願いいたしますということで、まず試合結果からいくとこちらでございますね。鹿島鳥栖4対4ということで、まあ、サッカー大抵サッカー中スポーツはですね2点取れば勝てるんですね。これねサッカーっていうスポーツはね面白いことに、まあ、2点取れば大抵勝てるスポーツではあるんですけど、4点取っても、勝てない、そして4点取られても、負けない中、なかなかねこれは珍しい、ゲームだったんじゃないですかね。まあ、鹿島の得点者これ全部後半ですね。樋口、上田、土井、そして染野、この4得点とも全て後半、そして、後半というか、まあ、最後のね、そして染野のゴールに関してアディショナルタイム中話でございますね。そして対する鳥栖もね 0-3 まで行ったんですね。これ、3-0 まで行ったんですけどもね、しかしこの一番下、田代ですね、これオセロ方式で全部、宮代小泉もこれ、田代にひっくり返したいところであるんですけどもね、まあ中話でございます。まあ田代のゴールでまあなんとか追いつきはしました。本当に劇的な、試合でございました。この試合振り返っていこうということで、スターティングメンバーでございますね。鹿島は一応 4-4-2 というか、まあ樋口ピット他の縦関係ですね。こういう形に一応しております。まあこれ特に泉選手ですね、鹿島の泉選手本当面白いポジショニングだなというのは、見ていて感じました。まあこの選手が右サイドにいるのはやっぱりこう守る側としたら嫌ですね。進出鬼没にどんどん、出てくるんで、ね、嫌っていうのもありますし、まあピットカトップ下に入ってからやっぱりこれ、鈴木馬、上田綾瀬、これ操るとかピットカなんでね、これやっぱり相手からしたら嫌ですね。そして、対する鳥栖でございますけど、形2トップシステムですかね。一応この形にしています。まあ、J リーグ公式もこの形にはしているんですけどもね、まあ、なんていうかアンカーに藤田選手を置いているんで、多分これ樋口とか、ピトカのとこをおそらく見てほしい。特にまあピトカですね、藤田はピトカを見てほしいっていうのがあったと思うんですけどもね、まあ、そういうことでまあこの形にしてきて中盤3枚に、して厚くしてきたというこのゲームでございましたけども、さあこの試合振り返っていきましょう。前半レビューでございますね。守備、まあ、最初ね結構怖いシーンありました。まあ、パスミスとかちょっと変なところで突っかかってしまって、でまあヴィッセル神戸戦のような、まあ、失点の形になりそうなところも確かあったと思うんですけれども、そこなんとか、耐えることができました。そして耐えた結果コーナーキック、ね、コーナーキックから、まあ、田代選手がまた決めるということでしっかり、決めてくれましたね。そして、まあ、このコーナー、ね、このコーナーキックの前ですね、宮代、ね、この宮代選手の2度追い3度追いがあってからですね、最後飯野選手が確かシュート放ってそれがコーナーキックにつながったと思うんですけれども、この宮代のプレスが良かったですね。最後まで諦めない、絶対追いかけ回る、そしてまあ何か起こしてやろうというこの宮代のアクションがあったからこそ得たコーナーキック、そして得たまあ得点になってくるんでね、この宮代選手の、プレスから、ね、得たコーナーキック、これは僕の中のポイント相当高いですね。もちろん得点決めた田代選手もこれすごいっちゃすごいんですけども、この宮代の頑張りがなかったこの田代のゴールもなかったっていう話でございまして、まあ本当この宮代、まあ、今年なかなか怪我とかコンディション不良とか多分出れる回数少ないんですけどもね、この試合結果残したと思います。まあ、得点も実際決めていますしね、まあ、そういう意味でこのねこのコーナーキックのアシストというかですね、なんていうかまあ難しいんですけども、広い意味のアシストはこれ宮代選手であったのは間違いないんで、まあ、この宮代今後期待していこうと思ってますね。で2点目は宮代ということで、この宮代のゴールも良かったんですけどもね、その前もやっぱりこれ、まあ、ドラマじゃないですけど伏線はあって、小泉ですね、小泉が自分で運ぶことが、できた。そしてその高い位置ですね、これ小泉選手がドリブル始める前にジエゴ選手が確か結構高い位置を取っていて、これジエゴをこれ見るか、そして小泉を見るかで結構鹿島の方は悩んと思うんですけど、ジエゴもオフサイドね、これ確かにジエゴ選手オフサイドポジションにはいたんですけど、このまああの辺ですね、あのいやらしいとこうろうろしてるんですね、これ外国人選手っていうのは。これ、オフサイド、自分がこう立っているとこはオフサイドではあるの間違いないんですけれども、このオフサイドだけどもあえてそこにいるみたいな、このなかなかライン間の駆け引きじゃないですけれどもね、ちゅうのがあって、ちょっと鹿島を守りづらさあったと思うんですけど、しっかりこれ小泉選手が運ぶことができた。そこから生まれた宮代のゴールなんで、この前半の2得点に関してはですけれどもね、鳥栖しっかりこれ過程が良かったですね。得
点までの過程が良かったんで、まあ、そこはやっぱ評価すべき点かなというのがありますし、あと、まあ、全体的に相手のミスを誘う動きが目立っていました。これプレッシングとか、ポジショニングもそうですし、あと、まあ、鹿島からしてたらトスがこの形で来るのはちょっと予想外だったんじゃないですかね。まあ、アンカーシステムを採用、まあ、昨年の形ですね、これで来るのがちょっと予想外だったんじゃないですか。特にまあ前半はトスのプレスとかこう立ち位置、まあ、これ激しいプレスじゃなくてもうちょっとこう鹿島がボールを回しづらそうにしてるシーンもあったんで、そこはやっぱこう、河合監督、まあ、見事な采配だったんじゃないかと思う前半でございましたが、さあ問題の後半でございますね。後半ね、小泉選手、古巣相手に叩き込みして、も正直このゴール、もう素晴らしかったんですけれども、もう、あ、これ勝った、さあ、風呂行こうって感じだったんですよ。これ、もうこの試合勝ったから、もう風呂でゆっくりね、湯船に浸かって明日の仕事に備えようじゃないですけどね、そういうのがあったんですけれども、しかしまあゲームは終わらずという話でございます。もちろんこれ90分間、風呂なんか入らず見たんですけどもね、まあ、ね、小泉選手が古巣相手に得点を決めたかと思うと、逆に樋口の、恩返し弾があったりとかしてですね、これ、流れがおかしくなっちゃいましたね。まあ、本当樋口のゴールも素晴らしかったです。あそこにしっかり顔出して、まあ、そこで叩き込むって話で、ございます。やっぱりこう樋口アンカーの選手であるんですけども、ね、ポジショニング面白い、本当この賢い選手、この樋口、まあ、この樋口のうまさ怖さというのはトスのサポーターであればみんな分かっているところであるんですけども、ちょっとねここから流れおかしくなった。これね本当樋口がゴール決めて3対1で終わっていればですね、まあ、樋口の成長を見えたし、トスも勝ったし、これは良しとしようと、この樋口のゴールは良しとしようで良かったんですけども、まあ、そこからねこのゴールきっかけに鹿島は一気に、息を吹き返したんで、樋口何やってくれてたという話に、ございますね。でこの、まあ、3対1ちょっと3対1になってからトスが明らかに構えるようになっちゃいましたね。こうプレッシングに行くというよりも、まあ、ある程度ベタ引きまで行きません。もちろんこれベタ引きではないんですけど、明らかにちょっと引いて守るみたいなシーンが多かったですね。ちょっとこう相手をおびき寄せておいてそのままかわされたりとかもあったんでね、この、まあ、トスらしくなかったかな。この、ね、樋口選手のゴールの後のトスの守り方に関してはトスらしくなんかちょっと構えてしまった感があって、そこからズーズーいってしまって、まあ、気づけば、追いつかれてしまって、アディショナルタイムに2失点して、逆転ということで、本当これこそ、あ、終わった、やっぱこういう試合鹿島強えなって、まあね 0-3 から3点取って、そしてまあ最後4点目取って、勝っちゃうんだもんな、やっぱ鹿島って強えなって思っていたところに最後コーナーキック、あのボールも良かったですね。これゴールに向かって、飛び込んでくるような、まあ、ボールに対して最後田代が詰めるということでね、まあ、クォンスンってもちょっと悔しいんじゃないですかね、まあ、怪我がなければいいんですけど、ちょっと悔しい、まあ、シーンになったと思いますが、やっぱりこれね、ある意味のドラマはですね、途中本当後半0-3から4-3まで持っていった後半45分ですよ。後半45分で4-3まで持っていったとこまで鹿島らしかった。本当これある意味鹿島らしいゲームでしたね。まあ鹿島とかね、いろんな言葉あるんですけれども、これはやっぱ伝統的な鹿島の、勝負強さっていうのがあった。ね、これも 4-3 で終わる。やっぱ鹿島らしいゲーム展開で、負けてしまったね。で、終わるんじゃなくて、最後にらしさを見せたトスだったと思います。ほんとこれ、最後にサガントスらしさチーム、そのとね、これもこれでやっぱトスらしいっていうかですね、まあ、この大味なゲームというか、ほんと、まあ、いつもピリッとしたゲーム見せるんですけれども、やっぱりこうね、なんかこうドラマ的なね、こう何かがあるアディショナルタイムですね。これ、しっかりトス、田代の声で追いつくんですね。まあ、ちなみにこれ鳥栖駅の隣は田代駅っていうとこがあってですね、鳥栖駅の隣町はこれ、田代駅っていう無人の駅があるんですね。あの辺野良猫がいっぱいいるんですけどもね、中駅があるんですけど、まあ、その、田代が決めるという話でございます。だから本当後半のね、まあ、6分だったかな、後半アディショナルタイム確か6分ぐらいあったと思うんですけども、この6分間にお互いの良さとお互いのらしさが詰まっていて、そしてそこにサッカーの怖さと面白さっていうのも同時にまあ顔を、覗かせるような6分間だったんじゃないかと思いますね。だからトスからしたら負け試合で得た勝ち点なんで、この勝ち点1、まあ、これをどう取るか、本当、まあ、もちろんこれ反省点もね多い後半ではありました。さっき言ったとちょっと引いてしまって、ちょっとねこの鹿島をちょっと待ち受けるみたいな形になってしまったのはちょっとよろしくなかった。守り方変えたのはよろしくなかったんですけども、この勝ち点1ね、本当大きな勝ちに、なんかややこしいですね、この勝ち点が大きな勝ちに、なかなかややこしいね言い方になってしまうんですけど、まあ、何せよですね、まあ、ネガティブになりすぎずっていうのをやっぱりあります。これ、ね、負け試合を勝ち点1、取ることができたんで、この試合、まあ、ある意味自信に敷いて、そして反省していけばいいのかなという感じがします。本当、これ見応えありました。この、後半ね、アディショナルタイム6分間について、お互いの良さが出た、まあ、本当、強さ、勝負強さ、お互いの伝統的なものを見れたんじゃないかと思うんで、そこは、まあ、見てる側としては面白かったですけど、まあ、両選手、ね、両軍、両選手からしたらたまったもんじゃないというゲームだったんじゃないかと思いますけどもね。はい、ということで以上になります。以上、パラプンテージでサッカーチャンネルの筒に、またチャンネル登録よろしくお願いします。さよなら。